た、起きしたね。眠れた？眠れた？よし、ご飯食べよう。ね、朝さ、リキッドを飲んで、咳止め飲んで、一回寝たのね。ね、リキッドほら、結構飲んでくれたから、ね、ねんねする前にね、立てる？うん、お咳出てるね。ね、お薬が切れるとね、お咳がね。ココちゃんは今日は食べないのですか？今日ね、生肉来るから、今日ね、手に入ったからさ、ねえ、3日間ね、消化器サポートの高カロリー高カロリーです。ほら、牛肉どう？ペロペロする？お、匂い嗅いでる？まあ歩きたいね。ちょっとまだ固まってた。ちょっとお薬先飲んじゃおうかね、ワンタ君。お口にポンするよ。あ、いてくれた、えらいね。ご飯食べてくれる。じゃ先にお薬飲んじゃうね。ね、お薬飲んじゃうね。お肉と一緒にね。ね、お利口さん、よいしょ。ね、微妙に粉だからね、ちょっといろいろご飯と一緒に、あ、こっちに飲んでくれた。えみちゃんいっぱい食べたね今日ね。ねえ、ワンタ君がちょっと起きるの遅かったから先に食べられたね。はい、ワンタ君いくよ、こっちにポン。昨日ちょっと体調悪かったね。ねえ、昨日はちょっと辛かったね。今日天気いいからさ、天気いいからちょっと違うかな。ねえ、お外の空気吸おうね。ねえ、うん、いい。ももちゃんごめんね、ちょっと今日長いね。ねえ、ワンタ君今起きたからさ、なんかももちゃん出してあげようかなと思ったんだけど、ココナが食べないからな。あれを一回エミちゃんの残りを片付けてももちゃん出してあげようか。ねえ、そうしよっか。ちょっと待ってね。一応お腹いっぱいでキッドは朝ね、一番で早くに飲んだんだけど、うん、ごめん、ちょっとママお肉がまだちょっと凍ってた。細かく切って冷凍庫一回入れちゃった。どう？冷たい、冷たくて気持ちよくない？ねえ、ね、お口の中で溶けるお肉。うん、エミちゃんお肉食べたいね。だけどエミちゃんは油ダメなんだ。ワンタ君は油がいいの。ココちゃん今日は食べないのかな。ちょっとタイミングが、ごめんね、ももちゃん先に出してあげればよかった。今ね、ワンタ君にワンタ君がね、止まんなくなっちゃった。食べたい食べたいが、ねえねえ、食べたい食べたいが、よいしょよいしょよいしょ。ねえ、うん、ワンタ、ねんねしてるときどんな夢見るの？ねえ、ココナちゃんはこの間なんか寝てるときにすごい尻尾振ってたね。なんか楽しい夢見たのかな、ココちゃん。ねえ、ココちゃん、ちょっと食欲ないね、ここのところね。お肉来たらね、元気出るからね。うん、ココちゃんはね、お肉が好きだからリキッドがね、苦手なんだよね。昨日、例えばね、頑張って飲んでも、ああ、ごめんね。頑張って飲んでもらったけどね。舐めたいんでしょ、これ。舐めたい、舐めたい。舐めたい。でも、エミちゃんは今ね、いっぱい食べてくれたからね。うん、前来た？うん、ここシート引いてあるからさ。ね。大丈夫だよ、何でも。どう？サーロイン美味しい？ねえ、ママのちょっと手でちょっと溶かして。お、サーロインいかがですか？どう？味違う？
サルイの味違う。ねえ、これでちょっと終わりになっちゃうから、はい、ちょっと大きかった。噛める、あ、噛めてるね。お、噛んでる噛んでる。ちょっとにぎにぎしたお肉を噛んでる。あ、えらい。おー、噛み噛みしてんの。えらいえらい。ねえ、ワンちゃんはあの唾液で消化じゃなくってね、飲み込めるぞっていうまで砕くっていうのがね基本なのでね。だからね、消化のいいものね、うん、生肉消化がいいからね。ね、基本的に肉食なので、お野菜はもう年取ってからやめました。ね、消化悪かったりねするからね。人参とかブロッコリーとか好きだったけどね。でも濃い色の野菜はね、なんか結石になりやすいっていうね、ドクターもいるのでね、え、大丈夫ってお医者さんもいればね、なかなかね。でもやっぱり自分でね、カミカミがねできないとね。じゃあいくよ。はい、貴重なサーロイン 10g。 えみちゃんもね、お咳コンコンしてるしね。はい、我が家はね、あ、どうですか、初めてのサーロイン。おし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 、それで終わり。ちょっとだけ舐めるだけね。我が家の特典といたしましては年齢を重ねるたびに美味しいものが食べられますね。だ、ももちゃんはかわいそうだけどね、トッピングがね少ないね。でもささみ湯がいたりお芋さん入れたりね、ももちゃんもほんの少しだけね。やっぱりね、あの年齢とともにね、必要な栄養素が変わってきますのでね、うん、はい。で、ワンタ君ね、ワンタ君ぐらいベテランになると食べられるものっていう感じにしたいんだけれどね、やっぱり腎臓食じゃないとね、ワンタ君が辛いですよってお医者様に言われちゃうとね、もう好きなもの食べさせていいでしょうってね言ったらね、ね、ワンタ君が辛い思いしますよって言われちゃうね。それはね、よし、行くよ行くよ。ちょっとサーロインさ、最後に一口残しとこうかね、今、はい、お肉ね、お肉お肉大丈夫ね。ママちょっとね、またお肉ゲットしてくるね。リーマンパパの弁当のおかずを少なくしてね、ね、梅干しおにぎりに毎日してお味噌汁とね、十分だねで、ワンタ君はその分お肉食べましょうね。よいしょ、うん、あと一口で終わりだ。おー、食べたね。ね、ちょっとだけね、さっきね、お腹ね、うん、パンパンパンなんですね。一口だけね、ちょっとね、あのエミちゃんにもらっちゃったのでね。じゃ最後の香りだけになっちゃったけど、待って、よいしょ、うん、はい、これで終わり。どうですかねえ、うん、甘々してくれるからありがたいね。昨日はちょっとこれができなかったね。甘々がね、抱っこしても横になっても何にしても辛かったね。だいたい夜2時半か3時間ぐらい、3時半ぐらいに1回起きて、いろいろね、すっきりしてから寝るっていうのがパターンになってきたね。パターンがちょっとね、できてきたので、ママも、あ、じゃあちょっとね、どうする、ピキッと。でもお腹はもういっぱいだけどね、お腹いっぱいだけど、前進む、前進んでみる、よいしょ、いいよ、前進んでみる、まだリキッとあるからね、うん。じゃあココちゃんはね、生肉があるとお口にポンできるんだけど、そうじゃないと水分が少ないのでね、トロトロにする。でもそれにしても、ちょっと一回この中入れるかな、この匂いつけてもうちょっと食べる。これエミちゃんの、エミちゃんの、エミちゃんのどう、ちょっとささみ一回隠すね。
ね、でここ拭くね。もう中いっぱいでしょ。え、食べるの？すごいね。すごいね。ちょっとちっちゃくしてあげようか。待って。はい。でもこれ全部食べたら食べ過ぎかもよ。ね。でもエミちゃんのだからね。で、ちょっとここ拭いて、ももちゃん出してあげよう。あ、えらい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 。おー、えらい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 。頑張れ頑張れ頑張れ。おー、えらい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 。頑張れた。頑張れた。うん、頑張れ頑張れ。ワンタ君頑張れ頑張れ。あ、食べられた。エミちゃん食べた。エミちゃん食べられた。床拭いちゃうね。ももちゃん出してあげようね。頑張れた。頑張った。よし、偉い。あー、偉い。頑張れた。頑張れたね。ねえ、頑張れたね。偉い、偉い、偉い、偉い。ちょっと目薬さそうね。うん。もうちょっとかな。あ、今日はワンタク動けてるね。昨日はどうなることかと思いましたね。あ、すごい、エミちゃん食べちゃった。すごいね、エミちゃん。ちょっと待ってね、ゴミ袋持ってくるね。ゴミ袋持ってくるね。ねえ、ママのズボンがいつもドロドロやね。さあ、ももちゃん出してあげましょうね。お待たせしました。ココナちゃんは食べないのかな。きっとがあまり好きじゃないみたいだから、今日はねちょっと一口もごくんずついんだけど、無理しないでママは待つよ、ね、ココナちゃんが食べてみたいなっていうのを待つよ。今日は昨日ちゃんと食べたからね。やっぱりね、2日3日ね食べないとね、よくないよね。じゃあ、はい、あ、ももちゃん結構食べたじゃん、今日偉いね。偉いね。お、結構食べた食べた。やっぱそれが食べたいの。はい、ももちゃんのね。ももちゃんのね。はい、ももちゃんのね。うーん、偉い偉い。ワンタク偉いね。今日体調良さそうだね。ねえ、体調良さそうだね。目薬持ってきちゃうね。ももちゃん、そのカリカリもう少し食べる？ん？ねえ、ももちゃん今ダイエット中って。ももちゃんダイエット中って。ねえ、お散歩デビューしないとね。音が怖いから。でもお友達がさ、ねえ来るとさ、大丈夫じゃん。なんか表でも、お、前足がね。除菌しちゃうね。よいしょ。お前足が。よいしょ。ごめんね。ちょっと横になるか。あ、横になる。あ、よし。ちょっと、ちょっと、ちょっと力尽きたな。あ、力尽きたね。偉いね。ね。あ、ごめんね。ももちゃん音が怖いね。ここちゃん。ココちゃん、ココちゃん、ちょっと寝る前に目薬さしたかったな。削りたい。
のけぞりたいよ。すごいな。おお、ちょっと首の体操。ママの首の体操。あ、ワンタ君と一緒に体操。気持ちいいね。お腹いっぱいになった。いつもより余裕があるけど。ココちゃん来た。チャチャミ食べる？チャチャミ。ギブドッグあるよ、ここにほら。いつものさ、ももちゃんの横取りは？ここでねねする？ちょっと横になる？横になる？なれる？横になれる？ももちゃん、ありがとうね。ここら辺いつもぐちゃぐちゃにしてくれてありがとうね。直しても直してもここら辺すごいんだけど。これ誰の？ねえ、これも誰の？ももちゃん。はい、ワンタ君のどうしていいかわからないのが始まりましたよ。ねえ。ワンタ君のどうしていいかわからないのが始まりましたかね。寝られるかな、少しね。今日ね、暑くなるかもよ。ね。よいしょ。あ、ココちゃん来た？じゃあね、ココちゃんね。ココちゃん。ちゃちゃみ、誰ですか、ここぐちゃぐちゃにしてくれたの。ぐちゃぐちゃにしてくれたの誰ですか。ちゃちゃ、まず抱っこする。ももちゃん食べてちゃ、食べて。ももちゃん抱っこして、ちんちん回ずつ抱っこの練習。あ、これすんなりいくようになったね。あ、これすんなりいくようになったね。横は？横怖い？まだ。あ、横も大丈夫だね。オッケーオッケー。これも大丈夫になってきたね。ねえ。ねえ。こんな感じでちょっと力が入ったね。大丈夫だ、お腹見せないよ。お腹力入ったね。おう、ランチパックだって。ほら、そうか、ランチパックに入っている具材を真似してパンをサンドイッチ作ればいいのか。でもマヨネーズばっかりでもな。おうおうおう、エミちゃんの大暴れが始まりました。エミちゃんの大暴れが始まりました。エミちゃんのこれ遊んでほしいなんだよね。遊んでほしい、遊んでほしい。ちょっと待ってね。遊んでほしい、遊んでほしい。ぐちゃぐちゃにして遊んでほしい、遊んでほしい。ももちゃんも遊んでほしい。ココちゃん、これシャシャミあるよ、シャシャミ。シャシャミ食べてごらん。ね、今日もね、怖い人いないよ。ちょっとももちゃんごめんね。エミちゃん遊びたいって。ねえねえ、エミちゃん、ねえちゃん、あ、終わったのも。終わったの。終わったの？終わったの？これ防水シート一回これ新しくしなきゃダメだね。ワンタ君がどうしていいかわからない始まりましたね。ちょっとここにワンタ君のベッド、あ、ここに持ってきて食べてるの隠れて。オイリブドッグ、あ、ココナちゃんがちょっと興味津々し始めたな。これほら、なんだ。
ったさじゃみ。ねえ、ももちゃんにさじゃみ取られちゃった。あ、ここ噛んだな、もも。ちょっと、まんちゃん、ももにの洗濯だじょ。うん。かかちゃん、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 さっちゃん食べる、取れればいい。はい、はい、どうぞ。ささみ食べる？ダメ。はい、ももちゃんに取られた。ももちゃん、これ以上食べるとダイエットになりません。うん、え、ここちゃん、ここちゃん、あ、ほら食べたいじゃん、ほら、うん、食べたいじゃん、頑張れここちゃん、ここちゃん、まーたくんちょっと抱っこしてあげないけど、かわいそうだから、そこで食べる、あ、行くぞ、うん、ももちゃん、ももちゃん、ちょっと待って、ももちゃん待って、ももちゃん待って、ももちゃんに食べれちゃうよ、ここに、ここにあるから、ここにある、ここちゃん、食べてごらん、ここちゃん、ここちゃん食べてごらん、待ってね、ワンダくんね、目薬さしてね、にしよう、ねえ、ねえ、目薬さしてね、にしよう、はい、ワンタくん、声出すと少し楽ですか、ワンタくん、起きたいし寝たいしね、どうしていいかわからんね、ももちゃんこっち持ってきて食べてるの、ね、全部完食しそうだね、おめめさ洗ってさ、これお薬だよ、目薬、目薬や、ほら、ねえ、嗅いでごらん、食べ物じゃないね、ほら、食べ物じゃないね、違うね、ねえ、理解してくれた？ね、ワンタくんの目薬、よいしょ、ちょっとご飯やるときママ髪の毛結ばないと邪魔だわ、あ、偉いね、お耳洗いましょうね、え、起きたってね、水分補給しないとね、傷ついちゃうからね、あ、お利口さん、あ、お利口さん、使い切りだから使っちゃおうね、あ、お利口さん、はい、お目目洗いましたね、お目目洗いました、うん、あ、ももちゃん終わったな、ちょっとさ、ささみこの中に入れといてあげるから、ここちゃん、ほら、ささみここ、ほら、たくさん入れといたよ、じゃじゃみ、じゃじゃみ食べてごらん、ん？ねえ、ほんと、おいに目薬入れるよ、な、軟膏ね、よいしょ、はい、こちょ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 、あ、お利口さん、お利口さん、右目の方がもっと入れたいんだけどな、ね、よっしゃ、あ、お利口さん、うやめろよって、あ、何個入りました、うん、偉いね、偉いね、うん、偉いね、ちょく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 、
こちゃんそこにチャチャミ入れたよ。チャチャミ、チャチャミ入れたよ。失礼をしてきた。ごめんね、ごめんね。ね、起きてる時に拭いちゃおう。ね。おー、力強い、力強い。うん、力強い、力強い。耳掃除のやつをちょっと置いてきちゃったけど入り口だっけ。あ、ごめん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 。もう英語出てた。かかちゃん、ワンタ君寝そうだからさ、寝たらね、ね、寝たらね、ママがねお口にポンしてあげるよね。ささみちょっと今日はあのミキサーにかけてペーストになってるからお口にポンで飲めるかもしれない。寝れそうだね。うん、じゃあちょっとお薬後でも寝れそうだね。右、今日右側がいい？右側がいい？はい、いいよ。よいしょ。右側がいい？ママも。あ、寝そうだぞ。表の空気が入ってるから。じゃあご飯一旦終わりにする？なんかココちゃん食べそうな気がするんだけどな。ワンタ君ちょっと大丈夫そうかな。ココちゃん食べそうなんだけどな。ココちゃんさ、まずさ抱っこしよっかね。抱っこすると食べたりとかするもんね。ね、もらってみる？お肉大好きだから。ココちゃんのお肉今日来るから。ね。何考えてんだか。ね。パパが100円ショップで買ってくるこのシートは
水分なので子供たちに安全だと言っているので、よかった。ごめんね、音が怖いね。またお昼にしよっか、朝ごはん諦めて。おばちゃんね、ね、ねえ、お医者様ももう見守ってあげてくださいっていうのでね、ママはワンタクを見守ってあげることしかできないんですけれど、ねえ、目が覚めてる時もちょっと少なくなってきたからね。ねえ、覚めてる時はね、でもね、さすられるのあんまり気持ちよくないみたいね、マッサージとかもね。ちょっと静かにしてほしいね。ももちゃん食べ過ぎ。一回下げようかな。どれ？あ、そうでもないね。お腹シワシワだね。どうした？さっきいっぱい入れたやつ食べたよね。食べたよね。これ大きいの持って向こう行って食べな。そうそう、向こう行って食べな。エミちゃん、カリカリ。ダメか、ワンタ。ワンタくんダメか。あ、ココちゃん来た。ココちゃん。はい、ココちゃん。ココちゃん。はい、ここに置いてあげる。食べるかな、ココちゃん。ダメか。エミちゃんも食べないでしょ。ちょっと減らすね。減らして声だけ食べても大丈夫。減らすね。それ全部食べても大丈夫だよ。ねえ、目の前に置くと食べないけど、ここにあってみんなに食べられそうなの持っていくのが好きなのね。ママもらっちゃうかな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 。うしなくなったね。えらいえらい。えらいえらい。うしなくなったね。えらいね。そう。食べ物はみんなで分け合ってね。さてさて。ワンタくんは、ワンタくんはどんな感じですかね。みんなの声が聞こえるからかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ここちゃんなんか食べた？ここちゃんなんか食べた？あー、鼻で隠すっていうことは食べたいんだね。待ってね。あそこにリムソックが。マイゴ、ごめんなさいね。ももちゃん、ちょっとだけだよ。はい、リブドッグのオイリブドッグ。はい、お、みんな言ってきた。オイリブドッグだぞ。はい、ここちゃん、ここにほら、リブドッグ。オイリブドッグ。食べそうなんだけどな。このもどかしさ、食べそうで食べないこのもどかしさね。え、最高に3時間かかったことあるね。
ね、最初の頃はもう食べさせなきゃと思って粘ったけど、最近は食べなかったらお昼ねって感じだね。でもココちゃんの場合は本当に食べることを我慢しちゃうので、食べたいのに我慢しちゃうので、ある程度ちょっと無理無理っていうかね、一口二口口に入れてあげるとそこから入るんだけどね、大丈夫だと思うんだけどね。はい、今ねここね、あのももが持ってきて、じゃあこっち側行こうか。あー、ココちゃん食べたいね。あら、何かしらこれ。あら、ココちゃん何かしら。あれ、ココちゃん何かしら。ココちゃん、あら、こんなとこにシャシャミがある。ココちゃん、あら、シャシャミ。手強いんだわ、これが手強いんだわ。お口にポンの生肉がね、今日届くからさ、ちょっと香りだけね、お口の中に香りつけるとそのまま食べられたりとかするからね、お口の中に香りつけてみようか、ここちゃん。もうこれママが綺麗にしても気に入ってもみんながここちゃん、ココちゃん、ちょっとお口にポンしてみよう。だけど、あのつるんとしてるね、ものじゃなくて、ちゃちゃみのペーストだから、ほんのちょっとだけ。どうこれ。お口にポンしていい？あら、生肉と違うね。お口にポンしていい？ほんのちょっと。せーの、よいしょ。どう？どう、シャシャミ。今日のシャシャミ美味しいでしょ。ママ湯がいたんだけど、ほんのちょっとだけ口にポンしてみる。ん、嫌じゃない？あ、ペロペロした。せーの、あ、お口開くね。ポンして欲しかったんだ。そっか、でもこれ飲み込める？大丈夫そうだね。お口開いてくれる。なんだ、ポンして欲しかったの、ココちゃん。ささみでもポンして欲しいんだ。ねえ。もう一個いく？もう一個いく？自分で食べない？食べたい。食べたい。せーの。お口開いてくれるの。そっか。こっちでポンか。あんたがうう言ってる。せーの、よいしょ。あ、出した。出したぞ。もういらない。もう一回トライしてみていい？開いてくれる？うん、どう？ちょっと食べたくなった。あら、全部食べちゃった、ももちゃん。どれ？あ、でもそんなんでもないね。はい、あ、ちょっと待ってね。あ、食べ始めたね。ちょっと、ももちゃん、ももちゃんがいつもサークルの中にいるときにこれやるんだよね。ごめんね、ももちゃんね、ごめんね。ちょっと食べれそうだから、はい。うー、食べたー、よかったね。ちょっとでも食べればね、気持ち悪くなっちゃうからね。お、咳が出始めたので、ちょっと咳止めを飲ませたいので、ココちゃんこれだけ食べたらもう最高だからね。お、すごいすごい。お、全部空っぽ、完食、家に召して。ちょっとお薬をね、全く飲ませてあげようね、ひどくなる前にね。見えなかった、なかったことにして、なかったことにして。えらいね、待てるね。ココナちゃん終わり。ココナ
ママちゃん休憩が入るからな。はい。はいはい。ちょっと待ってね。一旦。ワンチー。ワンチー。ワンタ。どうしていいか分かんなくなってきた。ね。ここちゃん戻ってきた、ね、途中休憩が入るんだよね。はいどうぞ、はいどうぞ。ももちゃん、ももちゃんちょっと待って、ごめん、ママと遊ぼう。今もね、ここなちゃんが終わるからね、ごめんね。ここちゃんが終わるからね、マッサージ待って。ここももちゃん、ももちゃん、ももちゃんマッサージですか、マッサージ。ちょっとささみがついちゃう。あと一口、もういいの？おっと、ももに食べられる。ワンタン、ワンタン。はい、長くなりました。いつも子供たちにコメントとか励ましてありがとうございます。はい。今日のワンタくんです、うん、ね、ワンタくん頑張ってってみんな言ってくれてるんだよ、うんね、寝てることが多かったりね、あの咳が止まんなくてね、咳止め飲んだりとかしてますけど、一昨日はね、ちょっと固形物が食べらんなくって、リキッドだけで、で食べてる最中に寝てしまうっていうか、その、うん、横になりたくて起きてられないっていうのも始まったんですけど、でも今日はね、またね復活してね、起きて食べてくれましたね。うん、はい。じゃあ朝の薬を飲ませて、ワンタくん寝寝します。いつもありがとうございます。なんかね、あのここまで来るとね、やっぱり、ね、あの老犬ホームというのが近くにもあったんですけど、もう寝たきりの状態の子なので、まだ自分でワンタはね、あの食べるとね、ここなお元気でね、食べたぞってね、尻尾振って自慢するんですね。うん。で、老犬ホームもね、あの、いろ、だいぶ前に調べたんですけどね、動ける子はね、まだ、あの、老犬の子がもういっぱいで入れる感じではなくって、うちの子は自分でまだ自力で食べるのでね、預かってもらえない状況なので、で、シッターさんもね、やっぱりここまで来るとね、なんとなくあの、いろんなね、あの、介護がね、あのちょっと覚えてまだもらってないのでね、すごい負担にかかってしまうできないのでね、今頼んでないんですね。なので私とパパとちょっと仕事をね、あの配分を考えながら、で24時間あのワンタにね付き合えるように、今スケジューリングをね組みながら今のところねできてるんですけどもね。うん、まあね、あのコロナで自粛だだけね、仕事がないときは自粛っていう感じなのでね、で現場の講演会とかそういうのもまだ去年からずっとねない感じで、ただリモートがねそろそろ始まってくるのでね、ママもねお仕事しないとね。ね、そうそうそう、サーロインステーキ買えないから。ね、ということで、まあちょっと家族ともね、あの協力を得ながらワンタの介護をしてますけれども、はい、ちょっとワンタがね調子いい時にね、皆さんにねご挨拶と思ってね動画を回してみました。はい、それでは寝たまま失礼いたします。ワンタくん、皆さんにご挨拶よくしょ。はい、ワンタくんでした。はい、モヒカンの、モヒカンのワンタくんでした。はい、ワンタくんでした。はい、おやすみなさい、お昼寝します。ワンタくん、うーやめろ。はい、ありがとうございました。